しおんです。ですね、今難波でですね、ファーストキャビンさんに宿泊しようと思ってですね、来ております。明日の朝難波教室、ロボット教室の難波があるんでですね、安かったんでそのまま泊まろうと思っております。費用がですね、1泊で1690円という感じです。そうですね、交通もあって安い費用で泊まれるのであれば、金曜日の夜は、難波に各週ぐらいでいるというようなことになろうかと思っております。でですね、今日はですね、そういった意味でですね、こうやって動画を回してですね、大阪の人でも京都の人でも、近くでもですね、宿泊をしながら飲みに行くとかですね、夜終電の時間を気にしないで、飲めるとかですね、まあ、そういうことも活動としてはできるのかなと思ってですね、動画を撮らせていただいております。それではどんな中身なのかちょっとご覧ください。それではThank you.